こんにちは、ブリーソンスポーツの、野武です。よろしくお願いします。2020年の、年末をもちまして、ブリーソンスポーツは、テニス事業から撤退ということ で私ももうテニスラケット新しいの今作ってないので、そうですね、残念と言われ残念な状態なんですけど、それよりももう一応テニスの事業で36年間、皆さんのおかげで、やってこれたことをまず我々も感謝しますので、もう皆さん本当にありがとうございました。もう買いだめしてる方がいらっしゃると思うんですけど買いだめしてる方まあ、いていただけたら本当にありがたいんですけど、そうですね、もう買える機会ももうかなり限られてくると思うので、もし使っていただける方がいるんでしたら、まだ購入できる時に買ってほしい。まあ結構お安くなってることもあるので買っていただけたらなと思うので、そうですね、候補に入れていただきたいなと思います。来年までは保証のサポートっていうのは、そうですね、はい、サポートは、はい、続きますので、そこは安心していただいて、もう買ったけど来年からも何も我々がしなくなるってわけじゃないので、引き続きそういうサポートはいたしますので、これからもそういう意味ではもうこれからもよろしくお願いしますということになりますね。カスタムとかどうなるんですかね。カスタムはもう年内で終わりなんですけど、もうそういう意味で言うと例えば長くするラケットとかはもう二度とできなくなると思うので、やっていただけたらなと思いますね。セプトンはブリヂストンさんしかなかったですからね。そうですね、ここにちょうどセプトンのグリップが置いてるんですけど、結構これは本当にここの、メーカーさんたちもやってないところでグリップが変えられるし、振動吸収的にもいいっていう意味で、すごい我々にとっても自信の持った構造が作ることができたっていうところがあります。そうです、なんかもう終わってることを喋るのはなかなか難しいですね終わってるっていうのもあれですけど、ちょっと今ここに最近の、ラケットを今置いてるんですけど、これが私が作ったところでもう最後のラケットになってしまいましたね。そうですね、これだけじゃなくてもっと、私も前の動画で話をしたように、2005年からテニスラケットの開発に携わってるんですけど、 X ベードが2005年デビューってことで、それとともに歩んできたので、X ベレードは全て思い入れがあるラケットで、そうですね、ずっと私の仕事上の先輩がずっと一緒にやってきた人に言われたところで、ラケットはそれぞれが生産して人の手に渡っていくんだけど、それぞれがもう自分の子供のように可愛がって作ったものを送り出すって気持ちで、色っていうことは言われてきて、それはもう今でもそう思ってるし、そうあり続けたいなと思って。一応続くってきたつもりで、なので最後のこのラケットたち、ここにもないラケットもすごい思い入れを持って作ってきました。です。なんかしんみりしてる。いやでも、もう新しい X ブレードは。そうですね。ないですからね。そうですね。で今、テニスラケットも新しいブリヂストンとして新しいものを出すことはないんですけど、実際その開発っていうところから今離れてみて。そうですね、思うことはたくさんやっぱ出てきて、いいんですかこんなしゃべることを話して。もちろんで、でやっぱり思うことはたくさんありますね。やっぱり作ってる時にどういうものがプレイヤーから求められてるかとか、考えることとか、どういうデザインが求められるかとかで、もうそこから性能がどうとか、もっと言うとラケットの形がどうかとか、そういうことをすごい考えて、で生産のことも、次中国にある、協力してくれる工場とかのところの
あちゃんと動いてるかとか気にしたりとか、で次新しいもの作る、評価する、でちゃんと生産できるかっていろいろずっと考えてて、でそういうところから今離れて、やっぱりその やってる時やっぱり大変だったんだなっていうのがなんか改めて思ったんですけど、そのやっぱ大変だなって今でも思うんですけど、楽しかったなっていうのがやっぱすごくあって、まあ、そういう仕事ができてたっていうことは、まあ、自分にとってもすごい幸せだったなっていうのは思います、うん、15年間のエクスブレードと共に過ごした15年間、はい、はい、そうですね。一番思い入れのあるモデルってどの辺なんですかね。あ、難しい質問ですね。お、一番思い出、一番思い出結構考えますね、うん、まあ全部そうなんでしょう。 それぞれにやっぱり思い出はありますね、あるんですけど、そうですね、まあ一番じゃないですけど、今頭に浮かんできたところはやっぱり入社した時に一番最初に出た初代 X グレードが、まあ開発っていう意味ではそれまでそこまで関わってないんですけど、入社して一番最初に発売されたっていう意味では、まあ、心にも残ってるってところもありますね。であとそうですね、思い返していくとそうですね、ゼロが結構自分の中ではそうですね、結構頑張ったっていうのもあれですけど、まあ、挑戦的なモデルだったなっていうところもあって、うん、2008年の発売なんですけど、私3年目で、まあ、今までにあんまりないようなラケットを作りたいっていうの気持ちがやっぱ強かったのもあって、すごい正面の厚みとか薄くしたり、でそれで強度どうやって持たせるかとか、でその薄すぎて性能のバランスをどう取っていくかとかっていうのは、うん、結構その、まあ、まだ経験も浅かったっていうのもあるんですけど、まあ、苦労したなっていうところもありますね。そうですね、なんか思い出話みたいになってますね思い出し、まあ、すごいとんがってる時期もありましたよね。あ、そうですね、そうですね、そのあたりが結構そんな感じはい、そうですね、そうですね。あと、まあ、X グレードもそうですけど、その他のデュアルコイルのシリーズとか、まあ、そのちょっと前 C パワーとか、うん、なんかちょっと C パワーとかかなり尖ってたかなっていうふうに思うんですけど、うん、C パワーは突然 C パワーの質問もどうなんだってなるんですけど形が結構かなりの異形だったんで、うん、あれ作るの大変で、強度持たせるとか大変でとかっていうのも、まあ、思い出してきますね、うん、その時のやっぱりプレイヤーが求めてるところっていうところを、まあ、もともと考えて作っていってるんですけど、まあ、例えばさっきのゼロがあった時はゼロだけじゃ、まあ、プレイヤー満足できない、ゼロとフォースっていうのを2個出せるからゼロが出せたみたいなところがあったりとか、でその次の2010年に出した X グレードは、まあ、よりなんていうんじゃない、ゼロとフォースの、まあ、中間みたいに基本的にもうちょっとみんな使えるようなところで落ち着いてきたっていう感じがあるモデルなのかなって思って、でその流れが結構そこの流れが続いていく印象は、2016年ぐらいまではなんとなくそこのベースで続いていくんですけど、まあ、2014年から X グレードで中圧のモデルが出たってところで、まあ、そこも個人的には思うところがあって、でそこはまあ開発的にもなんかちょっと難しいところもあったんですけど、そこでちょっと覚えてることとしては、まあ、ちょっと社内の話なんですけど、2014年の X ベルトの時に次のモデルはもちろん新しいのを作らなきゃいけないんですけど、そのあるセールスの方が、まあ、社内なんですけど、その時の X ベルトが、俺はすごいこの X ベルト好きだから、もっともうできてるこれすごいいいものだから、もっと売るために考えようよっていうことをすごい言ってくれる人がいて、だからそうやってなんかとにかく新しいのだけ出していくっていうよりも、もうこれは本当に俺はこのラケットが好きだから、なんかもっと広げようよっていう話が出た時は、個人的にもう今日ちょっと初めて喋るんですけど、そこは個人的にはすごい嬉しくて忘れられなかったですね、うん、まあ、なかなかラケットを作る方っていうのは
あまり表に出てくることがなかったので、我々もやっぱりそうですね、お話を聞くのは貴重な、はい、はい、そうですね、うん、でもいつもラフィノさんに動画撮っていただいてて、でまあフッキーさんと対談みたいな形でまあ、YouTube で上げてもらったりしてるんですけど、その動画以外のところでも、まあ、例えばフッキーさんとかとラケットの性能について結構こういう動画で言えないこととかいろいろ喋ったりとかそういうことができたのは、まあ、自分としても、まあ、まあ自分の持ってるなんか知識とかもそういう話ができて、そういう時はやっぱすごい楽しいなっていうふうに思いましたね。でちょっとここ、まあ、こんな普通の動画じゃない、あのメーカーはこういう特徴があっておそらくこんな感じじゃないかな作り方みたいなことをなんか話したりするのは、まあ、予想とかそういうところ使えなかったらでももう野竹さんほとんどのラケットの、ね、他社さんのラケットも全部測ったりは、ね、刻んでするんで、そういうことも含めて話ができたりとか、あの性能ってどういうことで起きてるんですかねみたいな話をなんかお互いできたりとかっていうのは、うん、面白かったなっていうふうに思いますね、うん、はい、もう復活はないんですかね。うん、まあ今言えることは今復活はまあ予定にはないので、うん、モールドとかはでも残っ、モールドはもうまあ一部のモールド以外はもうまあ廃棄しなきゃいけないっていうところになってくるんで、もうなくなっちゃうんで。あ、なるほど。だから逆に言うともうここはもう今市場にあるだけっていうのが正直な話でですね。でもそうですね、開発は楽しいですよラケット作れてたことは最初にも言ったけどすごい幸せだなと思うことは結構あって、うん、ちょっと脱線しますけど、自分の中でずっとなんか心の中で思ってたことがあって、まあ、仕事関係で福井剛さんと、はい、まあ、青山修子さんが一緒にシダとかなんか撮影かなんかで一緒にいた時に、その時まだ青山さんは20代前半とかで大学生かプロになったばっかりかそのくらいだったと思うんですけど、その時に福井さんが青山さんに、みんながみんな同じだけ練習したら同じだけ強くなれるわけじゃない、同じ努力してもそこまでいけない人もいるから、そういう才能を持ってるってこともなんか思って、より一層だからなさらに努力をしてほしい的な話を喋ってるのを、でそれちょっと自分の中ではすごい思い出とか心に残ってて、で自分のことに考えて、テニスラケット作れる人って多分日本にそういないと思ってて、でその恵まれた環境にある中でそれはもうできるだけ力を費やしてものづくりをしなきゃいけないなって、で我々特にすごい限られたメンバーでラケット作ってたんで、まあまあ、至らない点とかもあったと思うんですけど、まあ、できるところでやっぱりその思いを込めて作っていかなきゃなっていうのは、そういった福井さんと青山さんの会話からも思ってたんで、うん、そこは開発者としては大事なとこだったかなって思いますね。まあでもそう、ものづくりっていうのはやっぱり、まあね、こうお店に並んでれば人の顔は見えないですけど、ああそうです、小野竹さんの場合は野竹さんが作ったっていうのがやっぱり見えたもんね。逆になんかそのプレッシャーがありますけどなんか本当にあります。ラフィノさんのおかげで、例えば私の知り合いの知り合いとかが、まあ、ブリヂストンがもう4月に2020年持って撤退するって言ったことに対して、そういうよく動画で出てくる坊主のやつはこれからどうするんだみたいなことを心配してくれる人も僕、まあ、なんか遠巻きに僕の耳にも入ってきたりしたりするんで、うん、僕はもう本当にラケットに野竹さんのサインが入ったモデルをそれは出してくださいずっと言ってたんですけど、ちょっと実現する前に終わっちゃったんですけど、それはちょっと僕ねありえないと思って。いやいやいや、なんかこう設計者のちょっとシグネチャーみたいな。でもそうですね、それはちょっとないんですけど、うん、バレちゃってるんで、まあ、あいつが、ね、なんかここが気に入らないとかは
あいつがやったんだなっていうのがあのバレちゃってるなっていうのがあって、まあそれはもうそういう批判とかは、まあ、できれば授業やってるうちにやってる時にもっと言ってほしかったっていうのがいやでもまあ究極ラケットはまあいい悪いっていうか合うか合わないかっていう、ね、とこだと思うので、はい、でもやっぱり一つのラケットで、あの特に野武さんがとかって言ってくれるんですけど、やっぱりこれもちろん僕だけで作ってるわけじゃ全然ないですし、あの作るってとこだけじゃなくて、あの、まあ、販売してくれるお店で、そのお店に対してあの、まあ、売り込んでくれるセールスがいて、でラケットをどうやって売っていこうかっていうふうにプランを立ててるセクションとか、あとそうですね、一緒に企画を練ってとかで、どういうのを作ったらいいかとか、でもっと言って工場がの協力とか、もういろんな人が関わって、うん、でそれこそあのテストしてくれたプロとか、うちに全く関係ないけどあの一緒にテストに付き合ってくれた大学生とか、あの一般の人とか、あの年代問わずいろんな方が関わってくれてたんで、もうそういう人たちのおかげで、まあ一応ラケットをずっと続けることができたっていうふうにできていましたので、それをあの僕だけじゃないっていうのを皆さんもあのもちろん、まあ、当たり前のことなんですけど ね、まあ、ね、そこはちょっと、うん、あの分かってほしいなって思います。すごい正直なこと言うと、あのもうこれ今この黒いのがこう言ってますけど、次のはことも何がしたいかって頭の中には結構明確にあって、あそれが実現できなかったのは残念なんですけど、あのそれ今言っときましょうよ、何したかったかって。いやそれは言わないこっからどうしたかったのかすごい気になりますけど、いやでもまあそのどんどんやっぱ進化する部分があるなって思ってて、うん、あのまだまだその頭打ちじゃない、ものづくりで頭打ちはしてないって思ってたんで、まだまだって思ってたんですけど、でも15年間のことを言うと、やっぱその時々でまあ良かったものもそこまで良くなかったものもあるんですけど、やっぱそれの時々でやっぱりまあみんなで力を合わせて作ってきたものなんで、まあどれも一番最初に戻るんですけど、自分の子供のような存在だなって思ってて、でこれがまあさもう最後なんですけど、まあもしまだあのね、あの買ってくれる人がいるんだったら、一人でも多くの人が使ってほしいなって思いますので、ぜひあのそうですね、動画見ていただいた方よかったら検討してほしいなって思います。まあ、YouTube がなくならない限りは野武さんの映像ずっと残りますからそれもなんか怖い感じ。いやいやいや、まあね、10年後にこのブリヂストンさんのラケットが何かしらのオークションに出てこのモデルは何だってなった時に検索したら野武さんが説明しているものがまたそこで出てくるかもしれないですね。そうそう、もうそういうのもなんか面白いですね、うん、はい、そうですね。いやもう15年間幸せに、幸せな時間だなったなって思います。X ベルト良かったなって思いますありがとうございました